酵素お醤庵の本、本土かな、妙法寺道とかでね、松葉だな、入れ回ると妙法寺に、東方寺、ここは布教のため千葉から鎌倉入りにした日蓮聖人が最初に草庵を編んだ松葉ヶ谷、いわゆる御草庵を結んだと伝えられている地である。松葉、ヶ谷の方南の場所もここであると思われておりますね。建立が1357ですからね、今からだいたい807と。これが本堂ですね。これは素敵だよな。さすがもうね、これちょっと。今日はね、秋日和の上天気だからね、もう相当この植物も繁茂してきましたね。これ何か見えながら、あ、これはそばけど、そばもこんな伸びてる、そばもこんな伸びてる、はいね、春に来たのに、ここはここに三門、二王門がありますね。